て、皆さんは今熱帯のジャングルの周りを走っています。ここには実にたくさんの野生動物が住んでいるんです。木の間をよく見てみると、トラ、カバ、それにヘビやワニなんかが見えるかもしれませんよ。でもくれぐれも列車の外には手を出さないように。ジャングルでは